皆ささんんこんにちは予防医療学学分野のの大学院生の島本です発表を務めさせていただきますすよろししくお願いしますまず我々の教室はですねこちら河村教授と岩見教授この2人の教授を中心にエビデンスがいつもそれぞれの日常現場の疑問であるとかその課題であるとかそういった日常業務の現場から出てくるんだよということを常に意識をしながら研究活動を進めております。 中でも各種疾患の予防や治療に関する疫学研究を得意とするところですコホート研究の立ち上げや RCT なども実証しておりますまた教員の先生方は普段京都大学の産業医として活動されておられますので健康診断や保健指導などに関する研究についてもノウハウがあります続いて代表的な研究を紹介してまいります こちら川村教授の代表的な研究ですけれども水害をすることで風の発症を4割減少できるということを RCT で実証されましたまたそのほか風に関する研究を多く続けておられましてその結果は国蘭ライブラリにも 国欄レビューにも主催されましてく強く情報発信されておられますもちろん風邪研究ばかりではございませんのでぜひ川村先生の実績につきましては調べていただければと思いますまたもう一人の教授の岩見先生ですけれどもこちらの先生は心肺蘇生や院外心停止の専門家でしてその成果は国際ガイドラインにも主催され大きな影響を与えておられます 続いてここからは大学院生の研究になりますけれども、えー、こちら我々の先輩になりますけれども大学院生の研究が過去 n e J m とランセットに掲載されたことがございますその結果は新聞にも大きく取り上げられて社会に対する大きな啓発となりました こちらのスライドがその他大学院生の研究の一部ですけれどもご覧いただきますと分かるようにさまざまな分野でそしてさまざまな研究手法で行われているものです。それぞれがそれぞれの自分のフィールドでそれぞれにおける身近なテーマで臨床行為に直結する研究ということでそしてそのテーマを解決するためにはどの方手法が正しいのかということから突き詰めますので。 研究手法を学びたいい方はぜひとも来られててくださいそして卒業後の進路ですけれども多くの方はアカデミアに残って教員などをされておられますまた PMDA や国立研究機関に就職された例もございます。 というわけでこんな方は予防医療学分野へということでフィールドと臨床の疑問はあるものの研究の進め方がわからないという方はぜひ一度こちらを来ていただけたらと思います。今日今7名おりまして特に教授が2名含めて濃密なメンター制度でお出迎えをいたします。さらに結果をぜひ現場に還元していただきたいので医療系資格を持つ方を募集しております。特に医師、看護師、薬剤師だけでもかかわらず過去には栄養士の方や鍼灸師の方などもおられますので興味がありましたらぜひとも午後の 医学部 G 等二階セミナー室でお待ちしておりますのでこちら来られてください以上で発表終わりますありがとうございました